はい、こんにちは、ひかりです。今回もこちらですね。ビクターのクラビア。うん。ラジカセですね。を今分解しても、見て、まあまあ、普通の人が見たら、ゴミの山に見えると思うんだけど、ゴミじゃなくて、ちゃんと使えるようにします。はい。まあ、これを今回はね、前回このね、ホコリについてたホコリをね、ブラシと掃除機を使って、取りました。まあ、これは一応ね、念のためのメンテナンスみたいな感じなんだけど、で、まあ、ボリューム調整していくんだけど、ちょっとね、ネットで調べました。ね、ボリューム調整について改めて。そしたら、やっぱりね、この、さっき、昨日の動画で言ったような、感じ？ここにあるんだけど、ボリューム。これ、見えるかな？これ、ここにあるの、これ。これね。今、親指で刺してるとこ、これ。この丸いのがボリューム。で、間違いなさ、ん？あれ？間違いなさそうだと思ったんだけど、だよね。違いないよな。多分合ってると思うんだけど。なんかね、でもなんかネットで見るやつはもうちょっとプラスネジみたいな感じなんだけど。あ、これでいいんだよね。これでいいんだよね。多分ね、多分合ってる。うん。合ってるよな。うん。このね、ボリュームをね、角度で言うと一度ずつぐらい、ほんとちょっとずつね、動かしていくんだって。一度ずらして動作確認。一度ずらして動作確認で、30度ぐらい行っても、なんか、変わんなければ、もう一回戻して、一度ずらしてを繰り返すんだって。めっちゃボリューム調整、大変だと思うんだよね。ボリューム調整自体って、本当は。だから、本当強すぎるとね、ピックアップレンズ自体が壊れちゃうんだって。だから回しすぎるとね。だから、弱いと回んないし、回しすぎると壊れちゃうから、ほんとちょっとずつ調整するんだってさ。ここがボリュームで合ってるよね。他にボリュームらしきものが見当たらないんだもん。うん、多分合ってると思います。はい。じゃあこれを精密ドライバーで一度ずつ回してみましょう。これね、ここから通るんだよね、ちょうど。ん？ちょっと待って。いいんだよね。これで、あ、合ってる合ってる。マイナスドライバーがちょうど刺さるようになってるわ。ここに、こう横で見るとわかるんだけど。ほんとこれね、見えるかな？ちょっと今日はメガネしてきました。で、一度。あ、刺さった。いきます。右に。待って、一度って難しくね？よし、一度。ほんと今ちょっとだけ回しました。一度。本当はね、最初印つけるとかよかったかもしれないんだけど。印つけてもよかったんだけど、忘れちゃったね。まあいいや、右に一度回しました。で、30度ぐらい回して、30回ぐらいやったら、一度かどうか正確じゃないけどね。そしたらね、また戻してみたいな感じで。まあそこまでいったらもう多分無理だけどね。うん。さあ。一旦組み立ててみましょう。これが組み立て上がるかがね、問題なんですよ。これ組み立てんのがさ、やばいよね。組み立てられるかな？使うドライバーはね、この精密じゃなくても全部これでいけた気がする。昨日の動画見たらね。まあ、最悪ね、昨日の動画見返せば、答えは出てくるんだけどね。今ちょうどこれ見てたの。これ見てたっけ？アベンジャーズ、エイジオブウルトロン見てたんだけどね。見てて、さあ動画作ろうと思って。さあまずは、これか。これを、ここに戻します。こうかな。こうだね。ちょっと今の落とし方良くなかったね。うん。ここでいいんだよね。で、四つ角にネジ、この、短い方のネジを入れるんだけど、ちょっと見づらいと思うので、ちょっとカメラ変えます。よし、これでいいかな。ちょっとこれでもちょっと見づらいけどね、この機械の関係で難しいんだよね。で、この短いネジをはめていきます。と、ここに特にフラットケーブルなかったよね。あったっけな。今動画を見れないんだよね。あ、ただね、一応ね、サブでね、スマホを導入したんだよ。以前買ったやつがあったんで。だからまあ、スマホで録画しながら、スマホで情報を調べるっていうね、ことがね、これからはできるようになったんで、ちょっと動画の質は上がるのかなと思います。はい。よいしょ。よし、次行くぞ。
じねじねじねじ。もう結構頑張っ、よし。ここだよね。ちょっとカメラのアングルが悪いから、もっとこっちか。こうかな。もっとこうか。よいしょ。ああ。これもう一つ一つのパーツをさ、全部大事だからね。一つダメになってもさ、もう終わりだからね。よし。なんか最後だけ硬いけど大丈夫かな。よし、オッケー。そして、次。次は、まあ、これなんだけど、こうだよね、確かね。立てて、この向き的にね。待って、これが。これ辺からフラットケーブルが大量に出てくるんだよな。MD は最後でいいんだよね。だからこの凸があるからここに合わせるんだ。こうとこうだ、こうだね。はまった。よし、ちょ、左手これ押さえたままにしておきたいけど、これ止まるかな。開いていった。よし、フラットケーブル切っちゃうとね、もうケーブルは探していくの大変だからね。多分ね、組み立て上がった時にね、ネジが余ったりすると思うんだけど、どうせまた分解するから、その時はね、あ、ここ締め忘れてたっていうね。ネジを1個締め忘れるぐらいだったらまあ動くからね。ケーブルをつなぎ忘れると動かないっていうね。あ、ちゃんとネジマークがちゃんとあるんだ。見えるかな、ここにちっちゃいネジマークがあるんですよ。ネジのイラストが書いてある。わかりやすいね。なんでこんなわかりやすく書いてあるんだ、ここ。まあ、組み立てる人がわかりやすいようにかな。穴がいくつかあるからわかりづらいんか。まあ、組み立てる人もね、超詳しい人が全部やるわけじゃないと思うからね。詳しくないバイトもいるだろうし、組み立てぐらいだったら。あ、これ逆だ。裏返しじゃない、こうか。MD はラスト、最後だったよね。どうだっけ。こうか、ここか。なんとなく思い出せない。ちょっと思い出せないな。こうか、こっちか。あ、こっちか。あ、ここのケーブルはスピーカーにつながってるね、この。スピーカーじゃないか、なんだ、これは。裏、これにつながってる。こうか。ちょっとこっちにやらせるんだ。こうだね。確か、だいたいこんな感じで。で、こっからケーブルを締めていけばいいわけでしょ。オッケーオッケー、だいたいわかった。見える？わかるかな？まあ、雰囲気でね、味わってもらえればいいんだけど。おー、ケーブルが多いな。これが大体ここがここで、これがここで、これがここで、みたいな感じだもんね。なんかもうちょっと右だね。大体パシッとはまるんだよ。あ、ここだ。はまった、はまった。先にじゃあネジしちゃう？一箇所だけしとこうかね。外れないように。ちゃんとネジマークがあるんだよね、全部。ギュッとね、やっといて。ネジマークがあるの、こういうとこに、ほら、ここにもあって。で、ここ一回、これ刺すだけでいいと思うんだよね。まあ、もう一回また分解するから、あれどっかケーブル外れてるかもしんないってなってもね、やり直しが効くんで、ね。しかも最悪ね、昨日の動画見返したらいいだけだからね。よし。あんまり、よし。そしてこれがどこだ。あ、これがここにくっついてからのここか。まあ、とりあえずここを刺すとこ。
よし。で、これだな。まあ、両面テープに関してはね、まあ、貼り直してもいいんだけど。よし。多分ね、あんま折っちゃうとあれだからな。で、ちょっとこれを、向きを変えて。あ、一個取れてる。これどこだっけ？どこだっけ？どこだっけこれ。これどこだっけ忘れちゃった。昨日なんかやったんだよな。これ思い出して。思い出した俺。これ昨日なんかやったよね。これね。一個だけあるっていうのを。まあいいや、後で何とかしよう。とにかくこの辺のハマってないやつが全部ハマんなきゃいけないわけだから。どこだっけなぁ。まあ、とりあえず全部はめとこう。失敗してもね、やり直せばいいわけだし、フラットケーブル。切りさえしなきゃね。まあね、切ったとしても、まあ、そっか、わかれば、つなぎ直せることはつなぎ直せるんだろうけど。まあ、そしたらフラットケーブルを買ってこなきゃいけなくなっちゃうからね。そしたら多分、パーツ代でさ、この本体より高くなっちゃったら意味ないもんね。それだったら動くやつ本体変えますよ、みたいなね、言われちゃって。あ、そうなんだ、みたいな。よし。これで、これどこだっけ、マジで。これどこだっけ。あ、わかった、ここだ。多分これ、あ、違うな。あれ、どこだっけ。ここはわかるんで、これはこれでしょ。この、これ見える、これこれ。これなんだけど。まあ、いっか。まあ、いっかってよくないよね。絶対よくない。これも多分この下だったっけ？下どっかさ、ケーブル付け忘れてない？この段はとりあえずケーブル付け忘れ、多分なさげなんだよね。その下とかさ、まあ、いっか。まあ、いっか、いっか。なんとかなるべ。これだってここにつくのはこれ、このこれだし、これがここなのが分かってんだよ。まあいいや。で MD はもうちょっと後だっけ。MD の向きどうだっけな。だからこうかね。ここではめちゃっていいんだっけ。もういいんだよね。はめちゃいます。多分これでやってると思う。ここにね、はまるなんかあるんだよね。プラスチックのパーツと。そしてここはこうで、あ、待って、その前にネジ締めなきゃ。危ねえ。ちょっと待って、ネジ締めないと外れちゃう。ネジをちゃんと締めていかないと。あ、ネジ数だけ書いとけよかったかな。まあ、今度ね。うん。いろいろメモとかしながらやった方がいいね。ネジの数とかさ、分解の手順とかさ、まあ、さっきのさ、あの、何、最初のスタート地点、ボリュームの、とかさ、まあ、分解の時に、あ、これ、組み立てる時、ここ気をつけとこう、みたいな。書いといた方がいいね。次からそうするわ。いや、勉強だわ。どんどんなんか進化していく気がする。ここの穴は関係ないんだね。ってなるといいね。あ、もう一個あった。ちゃんと書いてあるのがありがたいわ。ネジマークが書いてあるのありがたい。よし、あとは大丈夫。この白いドランかボンドみたいなのがついてるけど、なんか分解歴はなさそうだよね。なんか、というかこれを分解してあれするわけないもんね。分解歴とかは絶対ないと思う、これは。まあ、絶対とは言い切れないんだけどね。よし。おう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 。こうだよね。やべえ、このフラットケーブルどこだっけ？このケーブルどこだっけ？全然わかんねえ。
なんか詰まってない？なんか疲れてるな。逆？待って。見えてる？見えてる、ね。よし。これが。あ、ウエスト逆だ、これ、多分。定規逆？ん？定規逆？いや、違うな、逆じゃないな。どこは引っかかってるんだろう。ん、なんかハマったぞ今ちゃんと。もう一段下だった。あ、これでいいんだ。ここまでだ。これ以上刺さないんだった。で、これがここか。これが、見える？これがここにあるんだけど、これ刺すんだけど、多分っていうか絶対。よし。で、もう一個。これだ。この、あ、見えてないね。ごめんね。このフラットケーブルがあるんだけど、これが、この上。ここだよ、刺さんね。ここだよって今すげえ気持ち悪いと言われた。ここなんだけど刺さらん。やばいよ。一個絶対、絶対一個。ちょっと待って、これどこだっけな。ちょっと待って。一回もうちょっと組んでみるわ。思い出すかもしれない。で、これね、これ、見える？これ、この、これを、この棒に刺すんだよ。これは覚えてんだけど、すげえ。で、これ左右あるんだよね。左右あるんだけど、右がどこかわかんない。あった、これだ。まあ、MD はね、もう取っちゃってもいいぐらいだよね。もう使わないもんね。僕は使うかもしれないけど。僕はね、使う可能性がある。よし。うん、いい具合だぞ。いい具合なんだけど、一箇所これがついてない。忘れたな、どこか。序盤か、多分。まあ、いや、とりあえずあれしてみよう。大体わかるじゃん。カセットの方だったらカセットが動かなくなったりするからさ。これつけます、スピーカー。スピーカーつけるときに気をつけなきゃいけないのは、ここだね。ここがスピーカーのこの部分とくっつく。まあ、これは自然といくと思うんだけど。へぇ。ん？横にした方がいいかな。絵的にこっちの方が。あ、待って、短いネジも1本余ってるぞ。まあ一回なんか締め忘れてるだけだろ。もう一回分解するし、どうせ。ここだな。あ、分かった分かった。 MD のところでうまくはまる場所があった。左右ちゃんとはめればいいんだ。あ、右がはまってない。よし、ここだ。多分これでいけるはずなんだけど、あれ、なんでいけないの。ごめん、カメラ意識しないとね。どこがこう詰まってんだよ。これね、機械修理って俺結構思うんだけど、力ずくでやると終わるよね。結構あんま力かけない方がいいんだよね、むしろ。それはね、なんとなく思うんだよ。もうちょっと力、ある程度力入れなきゃいけない時期もあるんだけど、大体はね、あんま力いらなかったりするんだよね。よし、はまった。大体ね。うん、はまったね。あとはまあ、こうなるのは、こうなるのはネジだね。ネジ。よし。ん？ちゃんとはまってる？
溜まってるかな。多分あとはネジ締めでいけると思うんだけど、もうちょっとちゃんとはめようかな。いや、はまってないとスピーカーが音出ないから、どっちにしろ。まあ、いっか。回ってりゃいいか、とりあえず。よし。とりあえず仮組っていうか、組めてないけどね、正直。ネジ、この短いのどこか忘れたんだ。あー、これは、あ、外側だ。ネジはいいんだ。ただこのフラットケーブルが1個ついてないって結構まずいよね。とりあえず AC アダプター行ってみます。爆発することはないと思うんだけどね。ちょっと見えない。ここか。よし。ついてるね。はい。レインボーってなってるけど。とりあえずパワーオンにして。ちょっと CD 入れます。ハオハオ最新ベスト Ready go CD になりました。ノーディスク読み込まないっす。でも大丈夫、まだ大丈夫です。もうね、分かったから、外から動かせることが分かったから、一回コンセントは抜こう。コンセントは抜いて、あとね、この外側からいけるんだよね。あ、これじゃない。これでちょっとずつ。ピンセットの方がいいかな。これでいけるかな。あ、ピンセットの方がいい。ピンセット持ってくるね。多分本当は先折れの方がいいんだけど、先折れちょっと僕持ってないので、これ、ちょっと普通のピンセットで、これ届くんだよね。ちょっとだけ回しますね、本当にちょっと。見づらい。ちょっと、ズームしとこう。見やすいように。まあ、中までは見えないかもしれないけど。こうやって、ここで掴んで、ちょっと引っ張るだけ。OK、掴めた、掴めた、いきます。あ、待って。あ、今ちょっと回ったかもしれない。ちょっとこれで試してみるね。よし。回ってないかもしれないけど、まあ試すだけ。いちいち分解してたら切れないもんね。ハローって出てる。音は出ないかもしれない。一応ちょっと回転をすらしてないです。全く回転してない。ディスクを認識しないんだよね、回転をしないっていうことは。オッケー。これさ、ここら辺だけバラしてさ、いけないかな。ここだけさ、じゃあここまで行きます。このさ、スピーカーだけさ取ってさ、マイナスドライバーでいけないかな。いけないね。ちょっとこれも抜くね。ちょっとよし。もうじゃあ10度ぐらい回してみるか、一旦。どうにかさ、
こもギリギリ回んないんだよな。ピンセットじゃちょっと厳しそうだから、そう、もう一回分解しよう。じゃあ、じゃあとりあえず MD を外して、外れない。MD が外れないぞ。ポールが、ピンが折れそうだな、これ。なんか、がっつりはまりすぎたかもしんない。手が滑る。ティッシュないかな。ティッシュがあれば滑りづらくなる。よし、取れた。で、ここのフラットケーブルを抜いて、で、オッケー。ここも抜いちゃえばいいんか。ここ抜けないんか、確か。そうだね。よし。このね、MD が鬱陶しいよね、結構ね。で、ここを抜いて。まあ、せっかくだからあれか。一回分解してフラットケーブルのあれも、問題も解決しとこうか。ね。よし。じゃあ、ドライバーで一回外します。あ、全部閉めたの間違いだったね、やっぱね。まあ、一応閉めたんだけど、形で。多分一人だったら閉めてなかったな。そう、閉めれば、閉めなきゃよかった。動画だからさ、カッコつけて閉めちゃったよ。まあ、カッコつけてるかがわかんないけど。カッコつけれてるかどうかが、わからんけど。よいしょ。時刻の方は今夜の3時10分です朝までに治ればいいな。よし。で、フラットケーブルを1個ずつ外していって、1箇所、2箇所、こっちはね、この方がいいんだよね。3箇所、いや、ちょっと待って。4箇所。5箇所。6箇所。7箇所か。よし。7箇所外して、ここに置きます。ちょっと置けないんですけど。カメラの三脚に当たっちゃう。痛い、足痛い。で、でっていうか、ここか。4箇所ネジがあるんで、よいしょ、まあ大体覚えたけどね、もうね。3、あとはあのフラットケーブルの場所を発見しなきゃね。4で外すじゃん。あ、わかった、ここだ。ここだ。見える？ここに一箇所あるんだよ、これ。ここに、多分フラットケーブルが、どっちだ？こうか。こうでいいのかな？うん、サイズぴったりだね。ん？逆か。こっちの方がいいかな。うん、これで、この子はどこだ。あ、わかった。この子はここかで、ここだね。ここだからピックアップさ、あれ回んなかったの、これが理由か。今モーター回んなかったけど。で、ここまで来てもまだマイナスは届かないのか。ごめん、うるさかったね。届かないね。あー、危ねえ。痛い、足痛い。ちょっと作業は雑になってきたぞ。ちょっと一回落ち着け。足が痛すぎる。
よし、じゃあネズたちは半分ずつにしよう。あれ、どこ行った？ネジ、やばい、下打ちしてしまった。下打ちとかね、そういう愚痴とかはね、言うとね、低評価につながるので、ね、言わない方がいいみたいです。はい、コメントいただきました。ネジはじゃあ半分ずつぐらい、あの最低限なんかね、逆さまにしても大丈夫なだけにしときます。そうしないとまた時間切れないからね、いちいち完璧にはめてたら。これだったら斜めね、右と右上左下とやるだけとかにして、よし、あ、疲れた。よし、これでこのボリュームをまた1度、1度と言わずちょっと10度ぐらいいこう。見える？これね、よし、10度もいかなかったかもしれないけど。で、右上とここか。よいしょ。本当はね、作業机でやればいいんだけどね、今正座してやってる。正座じゃないんだけど、まあ畳の上だからさ、足がすごい痛くなっちゃうんだよね。これはね、あんま良くないかもしれない。さ、撮影場所の問題か。暖房つけてるから汗かいてきた。よし、半分にしといて、ここにこう止めますと。ここ忘れないようにしなきゃいけないんだね。よし、で次はここか、こうだね。よし、で右上と左下だけつけます。ネジはね、よいしょ。あー、足痛い、足痛い、足が痛い。でした、立ってネジ締めよう。その方が力入るし楽だし。よし、でこれですね、 MD が倒れないようにして、これもっとこっちもっとけばいいか。よし、これを、ああ、こうか。よし、あった。で右上と左下じゃなくて右下にしよう。今度は右下、ここにして、ここと、よいしょ。あ、見えてないな、ごめんね。よし、右下と左上、あ、立ってやるの難しいな。先にはめとこう。よし、んでもって重要なフラットケーブルつなぎの時間です。こことここは後だから、ここだね。フラットケーブルもなんかさ、何回もやると折れたりするでしょ。なんかね、フラットケーブルじゃないんだけどね、分解組み立てを繰り返してたら壊れるパーツみたいなね、あるんだよね。前あった。まあ修理には問題ないんだけど、やっぱなんとなく気分的にね。あ、わかった。修理しながらこんな疲れるのって、喋りながらやったりしてるから余計か。すごい息ハーハー言ってきちゃってるよ。よし、あとは大丈夫かな。そもそも喋りながら修理やるっていうのはさ、結構ね、本当はね、素人のくせにね、まあ素人のくせにっていうのは良くないかな、言葉的にね。よし、よし、
おお。あ、別に MD のあれは、そっか。MD のあれは刺さなくていいんだ。そもそも。動作また分解するし、MD の動作確認とかするわけじゃないから。だから MD のあの、二つの棒はちょっと締めないでおくね。この辺は必要か必要じゃないか分かんないけど、一応しとくわ。プラットケーブルも一応向きがあるからね。ここ多分いらないと思うんだよな、 MD だから。でもいいや。よし、 OK。 MD の棒はなんかね、あんまやると壊れそうだから、何回もやってると今度はあえて閉めません。あ、閉めないというかつけません。ここか。よし、決まった。よし。よし。コンセントも抜けてた。ハロー、オープン、オープン、ちゃんと認識してるね。あれ、なんかさっきより音してない、なんか。ちょっと待って、これをこっちに持ってきてみて。あ、まだだな。よし、これを繰り返すんです。もう修行ですね、これは。カメラの位置的にね、コンセントを抜くっていう作業が一番大変。本当はもうちょっとね、放電の時間が必要かもしれないけど、まあこれぐらいだったらそこまで。でっかいね、機械とかやるとね、放電ちゃんとやんないとね、気絶するらしいからね。スピーカーがちゃんと刺さってるかは心配だけど、まあいいか。もうちょっと回すか。じゃあ MD 一回撮りたいんだけどさ、若干撮れないんだよね。 MD 一回だけさ、もうなしにしたい。 MD を壊れてないんだからさ。 MD は別にあれじゃん。あ、そうだ、ここにフラットケーブルつけたままあった。ちょっと待って、ちょっと待って、足が超痛くなってきたよ。よし、そうだね。多分単純作業の繰り返しになるから、ここは一旦ここで終わっとこう。そんでちょっと繰り返してみて、そっからまた動画、次の動画にします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回のね、最後で一応組み立て方とかはね、もう覚えたなっていうのが分かりました。はい、でまあケーブルの位置とか大体把握してるんで、まあこれからボリューム調整していって、ピックアップレンズ自体がもう寿命ってことはないと思うけど、だったらダメだけどね。まあ、うん、頑張ってみたいと思います、ボリューム調整。はい、ということでこの動画良かったなとか楽しかったなと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録のまだの方はね、ぜひ登録本当お願いします。
コメントでね、アドバイスすごいお待ちしております。はい。で、説明欄のね、Amazon リンクなんかもよろしくお願いします。関連動画もよかったら今出てると思うんでご覧ください。ではまた。バイバーイ。